東北賃代の勘治。仙台本営と弘前文営。新潟は東京賃代第一文営である。東北賃代は1871年から1873年まで日本の仙台圏の仙台に置かれた大日本帝国陸軍の物体である。全国に配置された賃台の一つで1873年に仙台賃台と改称した。東北賃代は 石巻に設置することが決められた東山道賃貸の後継で廃藩地権を受けて設置された4つの賃貸の一つである。他の3つは東京賃貸、大阪賃貸、陳税賃貸である。表部省は東北賃貸の本営を石巻、東文は仙台に置くと定めたが石巻への移転は実現せずに終わった。 1871年11月1日に仙台の国分町にあった外人屋に仮の本営を置き、12日に仙台城二の丸に移った。この時期の近代の兵士は、士族の中の志願者から採用した総兵である。仙台本営の兵力は、白石にあった三陸アゼチフの岡山藩兵に、旧仙台藩の二個小隊、旧森岡藩の二個小隊を合わせた。 1872年春に、久保田藩の二個小隊が招集されて、仙台に移った。東北鎮代設置前に、旧幕府軍の兵士からなる、第二連隊第一大隊が、岡山藩兵に交代しており、白石から仙台に入ったのは、岡山藩兵ではなくこの部隊だとする説もある。旧仙台藩兵の二個小隊は、入れ替わりに、広崎に移って、分英を置いた。 1872年3月12日に東北賃大条例が制定され、翌日に二つされた。条文は首都の特例を持つ東京賃大を除き、同時に制定された他の賃大のための条例と同じである。賃大は市が引き、三謀副官が補佐した。1873年に徴兵制に基づき、従来の四賃大を六賃大に再編成したとき、 東北賃貸は、宇全国も、関区とする仙台賃貸に改祖した。現在の県域で言うと、東北六県の内山形県を除く地域にあたる。ありがとうございます。